オフィスコットーネセレクション、アスゼム、私たちと彼らに出演します。尾身みのりです。野坂ひろむです。この2曲ですね、うん、実際北オセチア共和国 のベースランというところで起きた事件なんですけど、いやもう本当にね、うん、もう時間帯問わず30分に1時間を調べたらもうぐったりするぐらいの本当に凄惨な事件を元にしているんですけど、まあ、実際のね、戯曲の書かれ方っていうのはまた別の切り口で、うん、すごい面白いなと思って、ね、実際の立てこもり事件の被害に遭った子たちは、まあ、7歳から18歳ぐらい の子どもたちが多いんですけれども、その子どもたちの目線で男の子と女の子の目線で書かれた戯曲になってます、うん、ね、まあ、実際の稽古場でも今僕ら格闘してるんですけど、うん、その何かこう早々に結論を出すようなことではなくて、もう本当にいろんな国境だとか宗教だとか民族だとかそういうのを超えて、あるいはそういうのを想定できないような子どもたちの目線だからこそ語れることっていう、語れる言葉、そだからこそ聞こえてくることっていうのを書いてるし、僕らもそれにすごく向き合おうとしてね。なんか大人の目線でこう悲惨だなとか怖いなって思ってることと、子どもが実際に目で見て、あ、怖いなって感じたことがやっぱりちょっと違うっていうところの面白さだったり、なんか子供だからこそのこう軽い感じで書かれているところとかね、そうそう、なんかあったりとかして、それが逆にこう切なかったり苦しかったりっていう風に、まあ、お客さんにね見てもらえたらいいのじゃないかなって思ったりはするんですけれども、そう、タクロさんの演出、うん、まあ、タクロさん自身もそうですけど、ね、こう本当にその決めつけない、うん、いろんなことを決めつけずに自由に、うん、飛ぼうとしてくれてて、うんうんうん、でもだからこそやっぱり僕たちが当たり前に結論付けてるようなことが、うん、本当にそうなのかなっていうところも含めてね、うん、今稽古場で、うん、なんか子供だからこその目線でこういろんなものが飛び出てきたりとかして、そういうところがちょっとおもちゃ箱みたいな感じで楽しかったりするようなところもあって、うんうん、またそこもすごいギャップになっていい風に、ね、そうそう、なるんじゃないかなって思ってるんです。拓郎さんと尾身さんが初めてで、僕と尾身さんも初めてで、いろんな初めての僕らにとっての新鮮で、まあ、今回日本初演っていう意味でもすごくそのエネルギーもね、うんうん、作品に注げたらいいなって、うんうん、嬉しいね、日本初演頑張ろうと思う。いやいや、もう本当に、うん、本当に歴史に残ると思うから、うん、でも本当に戯曲が面白いので、うんうん、なんかそこにあとはまあ悲惨な事件ということのなんかもう真摯に誠実に向き合いたいって思いながら、うんうん、稽古に励もうと思います。そうです ね、はい、じゃちょっと日程の方も、ね、はい、2018年9月20日から27日まで、はいはい、下北沢小劇場 B1 にて、はい、はい、アスゼム、私たちと彼ら、どうぞぜひいらしてください。お願いいたします。ご来場お待ちしてます。お待ちしてます。